こんにちは、こんばんは。タイポンです。ウィニングイレブン2016実況をやっていきたいと思います。今回は準決勝でポーランドです。ちょっと投稿が遅くなったんですが、まあそれは一応俺の中では予定の範囲内というか、明日が決勝で、本当は準決勝の日に、準決勝の動画を出そうと思ったんだけど、ちょっと時間が合わなくて出せなかったんで、はい、まあ本日出すということになっております。それでは、試合レベルが前回はトッププレイヤーで、今回から準決勝から、スーパースターで一番上のレベルです。はい、やっていきたいと思います。おっしゃ、試合勝つぞ。それじゃあゲームプランからまずいじっていきます。ルーニー、ほんともう、ヘンダーソン、ミルナー行きます。でヘンダーソンも出しちゃいます。アリ、ダイヤとかよ。ミルナーは、はい、OK。 他はカイルウォーカー、調子悪い選手はもうバンバン変えていきます。暗いんで、よし、これでいきます。いや、ミリックか、かっけえな。いや、もうポーランドは普通に強いですからね。メンツもいい選手いっぱいいる。いやー、勝てっかな、スーパースター。勝てない自信が結構あるんだよね。まあでも自信を持たないと、まずは。よし、行くぞ。トイレ来て、普通にめっちゃトイレ行きたい。まずはパスを取られないようにしていきたいんだが、スーパースターだが、なんかボール回しがなんか早い気がするんだけど、気のせいこれ。よし、打ってみよう。枠いってたか今、枠外だった気がするけどな。シュートをちょっと積極的に打っていこうか、ガンガンで。やばいやばい、怖、誰？ブラシコスキ。よし、出ないぞ、迷子。いや、まあ、すごい、まあ、止めたもすごいけどさ、止めてもらわなきゃ困るよ。いや、無理か、さすがに、ちょっと素直すぎたか。いや、もうイングランド代表はもうとっくの塔に敗退してるからさ、すごく嫌な気持ちだよ。まあ俺はもうフランス入賞してほしいかな。ポルトガルとフランスだったらもう、ポルトガルもいいけど、ちょっと怖い。なんなんそれ。やっぱ母国、開催国のフランスに。怖い、マジで。やばい、ちょっとスーパースターの片鱗を見せてきてるんだけど、相手。怖っ。いや、てかポルトガルがなんで決勝戦に行けたかがマジで不思議なんだよな、これ。まあ、何がすごい調子いいっていうのはかなりでかいことだと思うんだけど、そっちじゃない、今ケインにパスしてほしかったんだけど。あぶねえ、ラウズ。よし、うまい、完璧。俺の中からするとやらな、いけ。よし、ケインナイス、オーケー。ケインで決めたかったから、これは嬉しい。ケインのいつもの、お、ゴルフ、はい、取りました。イエーイ。これはもうサムネイルですね。かっこいい、かっこいい。よっしゃ、こう、とりあえず前半で1点決めたのでかい。いや、スーパースター、ちょっとは懸念があったけど、よかった。リードしています、リブス。硬いディフェンス、ここもしっかりディフェンスしました。あー、やばいぞ。ハート止めて、ナイス。これはもうハート様様。マブにできる。
よしよしよいよいよ、よし冷静冷静、こっから冷静、ここで急ぎすぎないこと。そうです、取られちゃったか。よし前半でもう1点いけたらマジで結構優位に立てるんだが、そううまくはいかないとは分かってるんだが、うまい。パス通るんじゃないこれ。いやーキーパー施設に今のはいい判断だったな。打ってみよう。まあまあまあ、俺も思ってます。俺も思ってますから、同じ気持ちですよ。ただシュートを狙う、そういうことに重点を置いてやっぱやっていかないと。ああくそ。ギブスいないなと思ったら、リブスってやつか。これこれ危ねえ、レバンドスキを止めたのでかい。空いてる。長いボール狙っていく。カットです。やばいぞやばいぞ。レバンドフスキ。うまいうまい。あぶねえ、ハートナイス。ミリク決めれなかったか。かっこいいな。ミリクかっこいいな。今日ポーランドライセンス取れてないの今気づいた。うまい。そう。そう、もうガンガンでいこう。そうだ、いやちょっと相手に遅かったな、パスの取れ。いやいやもう無理しなくないの、ガンガンでいくよ俺。いけ、え、ヘンダーソン、ヘンダーソン頑張ってほしかったんだけど今。目がかすんだ。ここもしっかりディフェンスしました。うまい。スターリン、ここで前を向けるか。いやー完璧すぎる。ケイン完璧すぎるよ。もしカメラに向かってなんかやるんでしょう、このいつもの。はい、お母さん見てるって。いやこれ良かった、めっちゃいいよ。ここのミルナーの体入れて取って、このパスね、このパスがキーポイント。肩だよ肩、パトかと思ったよ、あのクラブワールドカップの時のパト。あれ3回ぐらいポンポンってやってたけど、ほら肩というか首トラップ、初めて聞いたな、首トラップは。いやこれちょっといいぞ、とりあえず2点決めれてから。そうですね、ハートハートハート。ここは相手、こっちボールでね、蹴っちゃいます。これで終わりかな前半が。おー前半2点はこれでかいぞ。いやまさかこんな展開になると思わなかった。もうちょっと苦戦して1点も、まあ1点ぐらいかなと思ってたけど、2点はちょっとだいぶ俺の中でも予想外ですね。ケーヒルガンガン上げさせちゃう。とよしよ、あー無理か。うまいうまい、今のちょっとうまかったな、足元きた。まあ狙いは今ね、あのワンツーしたやつにパスして誰もいなかったから、フリーでゴールみたいな、フリーでシュートゴールみたいな感じだったんだけど、そう甘くはないみたいです。ワシチコフスキ、スターリング走れ。意外とこれね、通る。よっしゃ、現実でイングランド敗退したけど、ゲームでは俺が優勝させるから。おら、
ちょっとトラップどうした、スターリンのトラップがちょっと流したな。いやー怖い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 、やばいやばい、まずい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 、うまいうまい、今のはうまい。ハート誰にパスしたんですか。あ、これ通んねんな。うわうまいな、パスがスル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 。イングランドとしては無理して人数をかけなくてもいい状況ですよね。今は守備に集中して、うまくね、やばくね完璧すぎない、ちょっと。イングランド、いやーマジか、また。これで点差は3点です。いやこれはもう2人で崩してやったよ。頭で流し込んだ、見事な一発、いいシュートでしたね。ここねタイミング良かった。で見て、ヘディングかこれ、今肩じゃなかったか、首か、また。素晴らしいハットトリックです。ハットトリックでケイン、これでもう得点は結構確実なものにした。うわ俺見ちゃいけないもの見たからな、ノーコメントで、あの今のノーコメントにしておきます。いやよかった、天気待って、はいはいはい、よかった、めっちゃいいシュートだった、スーパーゴール、本当に。いやよかった、スーパーゴールでよかった。よしこれでだいぶ楽になったぞ。だからといって点は決められないようにしないと。おっと危ない、蹴ろ、これを落としてくれない。ファールね、今俺見ちゃったね、今もう後ろからガンガン行ってたもん。まあイエローだよね、分かってますよ。ちょっとこれラッシュフォード入れようかな。ケインはもう とりあえず得点ハットトリックしたからお役御免って感じで。このボールに触ります、シュートレッジです、出るか、出るぞ、やめて、クソ、レバンドスキー、ミルクか、このボールであと2点です。かっけえな。ね、これ本当にあんま調子乗っちゃダメだな。変えます、選手、ちょうどなんか70分で時間帯もいいんで。ケイン調子いいな。まあでも変えますか、ラッシュフォード入れたいんで。でアリーと、まあ、ダイヤ、うん、ダイヤここにして、はい、これでいいかな。これでいきま、スターリッチ出すか。よっしゃ、いきます。これでいこう。イングランドはここでベンチに動きがあります。がっつり変えていきました。ちょっと冷房寒いです。ダイヤ。いや、ダイヤでもガンガンいっちゃう。ダイヤでもガンガンいっちゃう。ラッシュフォード。よし、見るな。見るな、打ってみます。打っていった。いいシュート。枠を捉える。めっちゃいいシュート。あ、これダイヤに蹴らせようかな。あー、いや、見るなで。よいしょ、来たっしょ。来たと思ったんだけど、ケヒルパスをいい感じに出して、相手をちょっとスライディング通りビビらせていってミスを誘う。あ、取れねえか、あれ取れな、取れそうだったけどな。クライン、本当お前クラインってやべ、今世紀最悪的にマジ悪いわ今。おじゃ、さあ裏を狙っていき
ましたがこれは通りませんでした。あ、もう終わってくれ、もう終わってくれ、早く終わってくれ。ラッシュフォード、スターリッチ、スターリッチ点決めてえな。ラシコスキ、これ終盤に入り残り時間もあまりなくなってきました。このまま終わりますと決勝進出、決勝進出したいよ。ここはすぐに奪い返します。さあ左へ預けて、押したり走らせて、いいタイミングでパスをしていく。そしてどうだ、合わせたかったですよね。いや、まあ難しいけどな。え、危ねえ、怪我したかと思った。怖い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 、いけ、なんだそれ。大丈夫、ハート蹴ります。そしてラッシュフォードが、ラッシュフォードいいとこなし。ハート、おーし、あと2分、あと2分、終わり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 、いいよ、いいよ。さあカウンターを仕掛けます。来た、抜けてくる。おい、スターリッチ、ここでとどめの一発。あれやってくれ、ダンスやんないか。3点のリード、ダメ押しゴールになるのか。よっしゃ、手が手が、これ打つモーションまでの前が、北澤さん、とにかく完璧すぎる。そうですね、ボックスの中であれだけ、ここのパスが良かった。シンプルな形ですけども、狙ってなかなかできないですからね、うん、いいことですね。一直線ダーンと完璧だ。よっしゃ、これでもう勝ち確だ。やってやったぜ。さあイングランド3点のリードでリスタート。ポーランド撃破してやったよ。よし、あと時間つこう、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 もう時間の無駄。よっしゃー、そしてここでボッコボコしちゃったよ。4対1、めっちゃクライン喜んでんじゃん。イングランドワンサイドゲーム準決勝。さて北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。イングランドとしてはここで敗退です。1つというところまで来ましたね。次の決勝で今日のような強さを見せることができるのか。あ、決勝どこだ。そしてどんなサッカーをしていくのか。いや、よかった勝てた。いや、意外とこんなに点いくと思わなかったな、本当に。意気揚々と帰っていくサポーターと、よっしゃ、決勝が、うわっ、フランス負けた。フランスはじゃあ敗退、現実で敗退同士のイングランドとスペインっていう組み合わせだね。スペインか、もうやだな。あ、ここまで来たか。お、なんだなんだなんだ、こりゃこりゃすごいぞ。決勝の前だから、はい、決勝です。それでは次回、イングランド VS スペインやっていきたいと思います。まあ勝ちますから、スペインなんかボッコボコにしますよ。それじゃあここまでご視聴ありがとうございます。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、まだチャンネル登録しない方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた次回のウィニングイレブン2016実況でお会いしましょう。グッバイさよなら、パイオニア。